エネオスの現時点での株価は427円です。今後どうなる増えるの1年後の株価予想はズバリ。超人気エネオス土定番。このチャンネルは理論株価と実際の株価の差から将来の株価予想を共有させていただいている番組です。こんばんは。新田大学経済学部株式投資学科2年。 ふくりで増えるです。投資の神様、ウォーレン・バフェットは、自分の理解できない事業には投資しないと言っています。企業を知ることが株式投資に有利になると聞いたので、今回も気になる上場企業を一社調べてきました。最後まで聞いていただけましたら、とっても嬉しいです。では、いきます。今回増えるが調べてきた上場企業の一社は、エニオス 以前取り上げましたが、リクエストが多かったので解説をさせていただきます。よろしくお願いします。今回のテーマです。1、株の現状は ?2、これまでの株価推移は ?3、株価は今後どうなるということで、まずは1番、株の現状はというところから見ていきたいと思います。この動画を撮影している時点での株価は427円です。配当折り回りは5%。 平均が2%ですから、超高配当株です。株主優待は実施なしです。2番、これまでの株価推移はということで、エネオスの株価推移はご覧のようになっております。2017年に最高値を更新、その後、急落。何があったのでしょうか後ほど詳しく解説をいたします。エネオスってどんな企業なのかということですが、 石油国内シェア50%で主位、石油の元売り会社になります。エネオスホールディングスの事業は3つ。エネルギー、石油天然ガス、金属、大きくこの3つに分けられます。売上の内訳は、エネルギーが85%、石油天然ガスが1%、金属が10%になっています。エネオスは、 ガソリンスタンドシェア47%で国内1位です ENEOS の事業の工程ですがまずは資源開発があって輸送精製精錬を行い物流加工をした後、お客様のもとなどに販売製品として売られていくということなんですエネルギー事業金属事業ともにこのような流れで最終的に私たちに販売されます 石油会社は原油の生成から販売までを手掛ける元売りと呼ばれています。石油元売りの推移です。ご覧のように多くの石油会社が吸収合併などを繰り返して現在に至っています。ではなぜこんなに再編してきたのでしょうか最大の要因は大きく2つ。1つは主要商品であるガソリンを中心とする 需要自体の減少。次に、車の燃費技術の向上が挙げられます。20世紀末には5万6千を超える販売店があったのですが、現在では約3万4千店舗と、ほぼ半減しています。選択と集中、生き残りをかけて、石油会社は再編をしていくことになりました。では、エネオスはどのように生まれたのでしょうか 元々は新日本石油と新日光、エクソンモービル、東年ゼネナル石油が吸収合併して今のエネオスになっています。古くは幕末の開国によって石油ランプが輸入されたところから始まります。石油の需要が一気に高まった日本。新潟の甘瀬では石油掘削が盛んになってきます。 新潟県議会の内藤久弘氏が石油事業に興味を抱き、1888年に県議会長の山口氏と二人で日本石油を設立しました。日本の石油産業は大規模な油田がないために、主に生成と販売、この部分を軸に発展していきます。1914年、第一次世界大戦勃発、石油は 灯火のの時時代代から動力エネルギーの時代へ1945年第二次世界大戦後石油生成施設の大半が被爆外国石油会社との連携に頼ることになってしまいます1949年日本石油はアメリカの石油会社カルテックスと提携豊富な原油供給量を入手できる対等な提携でした1950年から70年 高度経済成長期。実質経済成長率が年平均10%以上という時代でした。1950年代、石油時代の到来。石炭から石油へエネルギー革命が起こります。1973年、第4次中東戦争。ペルシャ湾岸産油6カ国は原油工事価格の70%値上げを一方的に宣言してきます。 1973年第一次オイルショック。8割近くを輸入原油に頼っていた日本。石油関連製品の値上げや急激なインフレにより国民生活にも大きな影響が出ました。1974年の日本の経済成長率はマイナス1.2%と戦後初めてのマイナスを記録します。石油会社大損失、便乗値上げのレッテルを貼られ、 原油の高騰分を製品価格に転嫁させることが許されなかったのです。1978年イラン革命。イランは資源保護を理由に原油の大幅減産を決定します。第二次オイルショック。1970年代末から1980年代初頭にかけ、原油価格は再び高騰。3年間で約2.7倍へ。 二度のオイルショックを経験した日本、日本のエネルギー安全保障がいかに脆弱であるかを強く認識させられました。そこで、省エネ政策と代替エネルギー開発が急務になってきます。第二次オイルショック後の石油業界はということで、原油価格の大幅な上昇、国内石油製品需要の急激な減少、 為替レート、円安傾向、進展などがあり、業界全体で約4600億円の経常損失に、空前の経営危機に陥ります。そこで、元売り会社の集約化が始まってきます。1984年以降、元売り各社間の業務提携や合併が一斉に始動したのは、先ほど解説した通りです。 1990年湾岸戦争、日本でも湾岸危機、株価は下落していきます。日本政府は再生可能エネルギーの導入の拡大を検討します。太陽光、地熱、風力などに関する技術開発を推進していきます。21世紀を見据え、コスト競争力に優れた収益力のある企業を目指すために、 日本石油は三菱石油と合併します。そして2002年、新日本石油誕生です。エネオス。名前の由来はエネルギーとネオス、ギリシャ語で新しいという2つの言葉の組み合わせからエネオスになっています。2008年リーマンショック、日経平均株価は急落へ。石油情勢と小売価格の推移がこの表です。 石油の小売価格は石油情勢によって非常に左右されるということがわかります。2010年 JX ホールディングス設立上場します。2013年アベノミクス。2014年シエール革命。北米で新型天然ガスシエールガス生産本格化です。米国の原油生産量が急激に増大したことで 石油価格が安くなり、輸送費の方が高くなるという現象になってしまいます。2015年3月期決算赤字へ。連結最終損益が2100億円の赤字を計上します。2015年中国バブル終焉へ。2016年トランプ大統領誕生。トランプ相場が発生して株価上昇へ。 そして2017年 JXTG ホールディングス当年ゼレナル石油と株式交換を実施します2017年株価は最高値を更新します2018年米中貿易摩擦世界経済への先行き不透明感から投資家による株の売りが発生しますそして2020年コロナショック米中貿易摩擦による景気停滞と 新型コロナ問題による急激なエネルギー需要減少の影響を受けて、株価は高値の半額以下の400円前後まで落ち込んでしまいました。2020年3月赤字決算。2020年3月期は1879億円の最終赤字を計上します。2020年6月、エネオスへ称号を変更。 2020年9月の中間連結決算は黒字へ経費削減などで黒字を確保しました2020年11月今期税引き前を2.1倍超報修正へ21年3月期第2四半期累計の連結税引き前利益は前年同期34.6%減の771億円に落ち込みました しかしながら、合わせて通期の損益を従来予想の850億円の黒字から1750億円の黒字に2.1倍情報修正をしました。これまでの解説を1枚にまとめるとこのようになります。3番、株価は今後どうなるエニオスの現時点での株価は427円です。今後どうなる増えるの予想ポイント1。 エネオスの売上状況はということで、売上推移はご覧のようになっています。2021年3月期予想では、売上高は減収も、営業利益は増益が見込まれています。2019年度決算は赤字でした。コロナ問題、資源価格の急落、石油化学製品のマージン下落などが要因となっています。 2020年、上半期は減収も、通期は情報修正をしています。増えるの予想ポイント2、石油元売り比較です。石油元売り3社、シェアの比較です。エネオスホールディングスは53%、イデミツコーさんが32%、コスモエネルギーホールディングスが15%になっています。 2019年石油元売り売上高のランキングです NOS ホールディングスは11兆1,296億円ということで圧倒的な1位です石油石炭3社の売上比較井出光興産とコスモと比較しています石油石炭3社営業利益の比較はこちらのようになっています 自価総額の比較はこちらです。ENEOS は1兆3793億円です。最新のニュースを2つご紹介します。ニュース1。関電など石油元売り会社に重油提供要請。電力逼迫で。全国で電力が逼迫する中、電力各社が燃料確保を急いでいる。関西電力などは、 石油火力発電所で使う重油燃料の確保のため、エネオスホールディングスといった石油元売り会社に燃料の提供を求めたというニュースです。ニュース2、企業の脱炭素戦略開示へ政府がルール整備、成長戦略に反映ということで政府は企業が脱炭素に向けた戦略や気候変動への対策を積極的に開示するようにするための ルルール整備に乗り出す2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする目標の達成に向け企業に行動の変化を促す狙いがある。基幹投資家の間では企業の気候変動対策への関心は高まっており取り組み姿勢を投資の判断材料にするファンドもある。政府は情報開示によって比較しやすくなり対策に積極的な企業ほど資金が集まるため 取り組みを後押しすることになると見ているというニュースなんです。さて、皆様はこのニュースを受けてエネオスへの期待、関心がますます高まったでしょうか投資指標です。予想 PER は15.25倍、実績 PBR は0.6倍ということで、現在割安です。エネオスの出来高の推移はご覧のようになっています。 出来高とは期間中に成立した売買の数量のことです。出来高は株価に先行すると言われることもあり、市場の活性度を測るバロメーターとして使われます。この表から2019年、そして去年2020年と出来高が増えてきているということがわかります。今年も変わらずエネオスに注目が続くのではないかと見ています。株価と 営業利益の推移はご覧のようになっています。現在、株価が営業利益、つまり本業の実力よりも下であるということが見て取れます。実力と株価についてです。株価が過度に実力以上になると最高値を記録して下がり始めます。株価が過度に実力以下になると最安値を記録して上がり始めます。だから、投資において最も重要なことは基礎的な指標。 ファンダメンタルズから実力を見通すこと。なぜなら、株価は短期的には上げ下げを繰り返しながらも、長期的には実力に見合った株価に落ち着いていく。なので、日々の上がった下がったに左右されることなく、長期的に見ていこうと、教授から教えていただいています。ということで、エニオスの増えるの株価予想はズバリ、469円を予想したいと思います。 ちなみに、あなたはいくらを予想しますかあなたの株価予想もコメントでぜひ教えてください。楽しみにお待ちしています。毎日更新の励みになっています。高評価、並びにチャンネル登録もよろしくお願いします。そして、株式投資で資産を10倍にする方法など4大特典をプレゼント中です。ぜひ、新田大学、LINE のフォローをお願いします。最後までご視聴くださり、感謝しています。 本当にありがとうございます。幸運を。